can feel you breathing, and it's keeping me awake. ますね、どちらかというとハイドロのような状況でコントロールを失っていきました、はい、いやでも良かったですね、体には何も、まあ、体はどうもなくて良かったですが、はい、馬乗せ、ここで来るのが、ね、来られた、来られた、あー滑った、あー滑った、あー滑った、片岡の車が中央飛んだ、いやでも大丈夫ですね、大丈夫ですか、いやびっくりしましたね、いやこれは驚きました、両方ともにスピンをしてしまいました、今のはでも避けられないですね、あーセーフティーカーがここで本山と横溝、さらに決まる、そして平手は行く、本山がインスタの後後ろで ARTA の2台だ、 ARTA の2台だ、スピンしているのは、あーこの転倒は井出と伊沢ですね、そうですね、伊達と伊沢ですね、さらに、土屋もマシンを止めている、なんとスタートで、そしてこれはルマンの石浦ですね、石浦です、イエローフラッグ、アレックス、本山、本山もここにいる、まだ、あ、大変なことになりました、このブレーキングでインに入ってマッチを抜こうとする前で渋滞してる、この状態です、これはもう本山君避けるしか、ああ本山君アレックスにぶつけられてるんですよ、アレックスユーンが飛んできました、後ろから本山君は押し出されてるんですね、これ行き場がなかった、完全にタイヤがロック、マシンのダメージが気になりますが、最終的にあの完全にまっすぐじゃなくてですね、接触されています、左リアセクションがぐしゃぐしゃ、
これは赤旗が出るんじゃないですか。投げ捨てました。さらにこれは近藤雅彦のマシンとラルフ・ファーマンのマシンがスタート。スタート。さあ先頭の平手がちょっと遅れたような感じ。そしてアーロイックディバルが当たってしまった。そして大島もこれは行ってしまった。です、ね、これレースやはりますね。いやスタート直後やはり波乱の展開。石浦もスロー走行、伊沢もそれから伊沢ロッテラーですかね。井出選手もこれマシンに乗り上げる形。いやー1秒決定戦のスタート。コロネルがぐらついた。コロネルぐらついた。本山真ん中から本山。しかしトップはラルフ・ファーマントップ。あーっとコロネルとコロネルと本山。こんなシーンを見たくはなかった。信じらんないね今のは。トム・コロネルと本山サトシ2人の接触によってこの瞬間トム・コロネル